おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いや前回長かった録画時間がね、収録時間1時間ぐらいやってたからね。あ、レジェンドクエストをさやっぱやりたくて、はい、前回レジェンドクエスト散々な目にやっておりますね。はい、何一つできなかったと私リベンジしたく思います。というわけで今日もね、まずアーケードモードのね、一人プレイで遊んでいきます。あ、いいねもう新鮮だわ、新鮮。まあ相手としてはかなり新鮮ですよ。今日はね、今日もレジェンドクエストやっていきましょう。はい、というわけでドラゴンクエスト2チーム、シルバーデュエルガーゴイルキラーマシンとなっております。ね、ダブル2初登場って言えばこの3体は結構印象強いんじゃない？特にキラーマシンとかね。よっしゃ、やってきか。行くぞ、ガーゴイル。久しぶりだな、お前。背景にドラゴンクエスト1の BGM が流れる中、ドラゴンクエスト2チーム、いざ勇敢。そしてね、今回はちゃんとスペシャルカードをね、ドラゴンクエスト2のカードだけで固定しましたんで、はい。前回ね、なんかいろんな変な珍事が発生しましたけど、ちゃんと今日はあの十字ボタン全部ドラゴンクエスト2で、スペシャルカードになっております。今回は結構選択肢広いんですよ。風のマントとか水の羽衣とかあるからね。弱っ。稲妻の剣はね、耐性自体やからね。嘘だろ、ガーゴイル。行きます。行くぜ。あ、かっくー。行くぜ。うおー。何をしてるんだ、君は。君はマギまでいいんだよ。もう前回の味方のゴールドマンが来た。大地の怒り。おー、ガーゴイル受けるね。さすがに。さすが。今回はね、モンスターマスターのダブル称号が発生するモンスターが2体なんですよ。ガーゴイルと、シルバーデビル。この2体がモンスターマスターのね、ダブル称号でだいぶパワーアップしてます。このシルバーデビルが強いんだよな。ほらー、うわー、マジかこいつ。500出んのか。そう。あの、何も考えなくてもモンスターマスターで使うことによりシルバーデビルめちゃくちゃ強いからね。うん。欠点の身の守りもダブル称号でまあ回避してる方ではあります。ね、ほら、ライノソルジャーのさ、さっきの力140から離れたり、ストーリングアックスもね、90台に抑えれば結構トントンといったところでしょう。まあ、かなり強いよ、だから。まあ、キラーマシンはね、マスターバスキャラに施してありますけど。お、しばらくやっぱ早いな。さあ、行くぜ。いや、力がめちゃくちゃ高いんだ、こいつ。はい、はい、オッケー。330、強いいねー。ここで最後に、店長が、池川越店長、シンクルボンギュア。吹き抜けるー、イエーイ、強いじゃん。いいとこ見せてんじゃん、お前ら。はい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 。ドロヌーバキャットフライズシオマル、なんだこれ。状態中チームっぽいのはわかるけどさ。状態中チームだろうな。うん。いやでもね、2のスペシャルカードは種類が意外と多いですね。ハヤブサの剣とか、ハヤブサの剣、ラーの鏡、稲妻の剣。うん、結構多いな、今回。全然聞いてない。しゃあない。バギマってこう。滑空好き。滑空好きですか、ここで。ここでね、回転しながら、あ、突撃、行くぜー。あかんわ。キャットフライに行ったが、あかんわ、それ。あかんって言うともだやんけ。灼熱の叫び結構出んじゃない？でも、ズシオマルが炎に弱かったりするから、行ってみよう。はい。はい、よいしょ。いいねー。あ、キャットフライが炎に弱いのか。ドロヌーバ買ったかったね。50だって50。あ、ドロヌーバやめて。何も見えなくなるじゃん。なんか一時やったあの神会みたいになるのか。まさか敵も味方も見えないんですか。おー、まあそんなことはなかった。あ、マヌーサの方か。まあ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 。キラーマシンはね、結構火力に振ってあるからね。HP が3000くらいになってますよね、このパーティー。ダブル称号でだって HP が1000くらいいくからね。シルバーデビルやっぱね、モンマスで使うと本当に強い。うん。あの、思考停止でとりあえず出ても何とか活躍できると思う。いけ！ボーガンのアレンシャー！いいねー。あ、でも次のターンで倒したいな。できれば。雷神派で、ここで、シルバーデビル対がまひりそうではある、雷神派は。そうすると、シルバーデビル避けてるわ。そのシルバーデビル避けてますわ。さあ、ここでね。バギーマ行きますよ。シンクロの呪文が吹き抜けるー。いやー、ドロヌーバに140。だいぶ出てんね。さあ、ここでローガの爪を打っていく。はい、はい、はい、はい。オッケー、いいねー。360だよ、360。スターキメラさ、避けなかったもん、大魔王星で。さあ、マイハロー切れたの日、よし、いいよー。このまま大魔王星も期待ができそうですな。
お、大魔王戦来たね。お、いいね。魔王戦いけるの。このパーティー結構魔王戦いけると思うよ、前回より。何？魔性の動き、これラプソン戦あるぞ、ボス。でも、2縛りやれ。ちゃんと2縛り守ります、今回は。今回こそ2縛り守らせていただきたいと思います。さあ、開幕ね、とどめじき打っていきます、まず。お、早いね。狂気の笑い。笑っとる、こいつ。なんかこいつ笑っとる。腹立つわ。腹立つわ、笑ってるわ、こいつ。あ、ガーゴいるかよ。そっち止まんの、お前むしろ。まあ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 、いいでしょう。まあ、ドルマゲスをうまいことね、消化して勇気にね、余裕を持ちたいですね。さあ、ローガンの爪いくぜ。鋭い爪の一撃。せーの。はい。オッケー、イエーイ。いいね。それはすごい。ローガやべえな、やっぱ。あんまシルバーデビュー使わないんだけどさ、こうして久しぶりに使うとさ、で、今回シルバーデビューめっちゃいい感じに戦ってくれてるからね。いや、いいわ、お前。現役時代使ってたからね、シルバーデビュー自体は。マスター玉スキャンを、やっぱり自由にできない環境下の中やったから、カードあんまなくって。その中で、まあ、レベルだけで、お手軽に使え、うおいノッヒーノッヒーまでいや、お手軽に使えるシルバーデビルってさ、いや、いいよいなと思ったからやってるから、メイダとかもね、メイダ、ガーゴイルとかもそうなんですけどね。いや、強い強い、稲妻剣刺さったなんで。来た。どっち？あ、これは目薬刺してきやがったな、ラプソン。これは勝つしかねえ。目薬刺してきたんだったら勝つしかねえわ。いくらなんでもいけるだろう。暗黒に弱いんですよ。ガーゴイルっていうのは暗黒全般に弱くて。なので、だいたい呪文でね、大ダメージ食らうのがガーゴイルです。メラゾーマと飛んできたらもうやばいです。はい。で、風呪文通りません、こいつ。なので、格付けです。店長回れ！いいぞ！某ドラゴンのように、回れ回れどこのドラゴンだい？それは。回っているのは。いけ！ローガン爪でね。いや、でも、通常ならいける。通常シルビーどうしたお前今日。シルビー今日どうした？やばい、隕石落としてやばいな。ここ、さっきみたいに避けろよ。避けれるよ。はい、うおい初めに頑張りすぎてさ、さっきから。ここで避けないのが当たり前、やめろや。いける！いいね！よい、いいよ、いいよ。普通にいい。いい感じ、いい感じ。2ターン目は凍てつカードの可能性もあるから。だからここはスペシャルカード見送り、まあここはね、いやでもいい感じ、打点的にいける、かなり順調、いいよ、しっかり当てて打点は取れてる、あまり外さないでほしいけどね。さあここで回れ回れ、いけガゴイル、天井回れ、いけ回転好き、うおー頑張れ店長、よし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 、ラッキーラッキー、それはラッキー、これ勝ったんじゃないか、これ勝ったべ、これはねもらったわ、もろたべこの勝負。おぉ、これはいける。作り出すはい、いける、これスペシャルカードなしでいける、なんだったら。いや、ここはルビス、悠長ルビスしとこう。4ターン目の凍てつくが来るくらいやったら、ここでルビス使っといた方がいい。ここでね、悠長ルビスです。このターンに、一発攻撃したら多分もう届けないですよ、というか。さあ。ここでマヒャド切りして、はい。はい、OK。OK、もう勝った隕石落とし、まあまあまあ。で、ここら辺で避けんねん。もうね、勝ちが確定した瞬間ね、急に調子に乗って避け始めんねんろ。避けやんわ。なんで誰も避けへんねんな。勝ちが確定した瞬間に避けるんかと思ったら、そうで言うわけでもないわ。行くぜ、叫ぶぜ、叫びをあげる、叫びー叫びって言っちゃったじゃん。ここ、レガーゴイルが、カック好き。行くぜ回転しながら、あ、急降下はいガーゴイルめっちゃ回ってた。やっと勝った前回なんであんなにボコボコにされたんだっけ赤目だったからだっけ、よっしゃ勇者たちに来ていただきましたここはちゃんと2でしたね。いや、よかったよかった。意外とこれ2戦うんじゃないか、むしろ。
これスーパーティーマジで戦える説あるな。うん、いや、これはまさかの大魔王攻略には適したパーティーかもしれません。しないですね。対人戦だったら確かに厳しいかもしれないけど、大魔王攻略にはやっぱり普通にこのパーティー強いかも。うん。これは期待できそう。よっしゃ。破壊神行ってくるか。じゃあ破壊神行ってくる。破壊神チャレンジいいっすか自分。来ました。来たな。なんか来たな。破壊神白来ましたよ。さあ、ドラゴンクエスト2のね、モンスターたちが、資料に反逆する動画になります。よろしくお願いします。いやー、どうなんだろう。資料ってすげー攻撃力高いかイメージあるからな。あと、資料って賢さが400ぐらいあるんで、やっぱりバギーマン効かないんですよ。やっぱこいつバギーマン効かねえんだよな。そうするとやっぱりね、店長はね、回ることになります。います、カックン好き回れまた回るんか、こいつ。いけチューヒューいけーせっかくさ、モンスターマスターのさ、補正で上がった賢さをさ、無駄にするガーゴイル何なの一体。オッケーよーしいいよ、いいよ。めっちゃ出んじゃん。いいね、やっぱり。いや、シルビー今日どうした、やばいぞ、こいつ。いいね、キラマチも350出てんね。ガーゴイルだけだね。ダメージ出てないのやばい、ガス、合剣来た。やばい、避けれるよ。うおい何うおい何うおいガーゴイルほら店長暗黒に多いからな。大魔王の攻撃って大体暗黒入ってるから、ガーゴイルがこういうことになるのか。ほら店長、おい嘘やろ店長、お前多分ギガンテスの方が食らわないよ。むしろ暗黒に対して耐性があるギガンテスの方が合計食らわないもんガーゴイルなんでお前暗黒に弱いの店長頼むぞお前うっさこれでかいね。今回やばいな。キラーマシンと、やばい、避ける、避けれるよ、避けれる、避けれる。ちょっと嘘でしょ。ひー、ひー、嘘、嘘だろ、おい嘘だろ。いや諦めない。いや、やばい、宴がやばすぎる。このターン確かあれだよな。凍てつく波動か地獄の効果。凍てつく波動か地獄の効果だ、向こう。確か。やばこいつやばい。よしよっ、シルフィーやばい。勇気たまれん、勇気たまれん。おぉ大丈夫、勇気たまるかも。いいよ、いいよ、いいよ、しっかりやって。勇気たまれ、勇気たまれ、勇気たまんの、たまんの、これ勇気。3ターンに勇気たまるか。たまってない、あー、たまってはない、地獄のメンバーだ。よしよし、水のところも言っていました。でも勇気たまってない、どうしよう。おいおい、勇気たまってねえじゃないか。めっちゃ今、ここで勇気たまってたら神回だったじゃねえかよ。いや、諦めないよ、俺は。何か奇跡が起きる。ここで、避ける可能性あるからね。今までね、避けてなかったら、ここで回避率が現れたら神回だよ。ここで避ける。避けます！ 3 ターン避けます！ガーゴイル？ガーゴイルてめえ、ちょっと待って。ガーゴイル、お前ちょっと待って。お前それはずるい。ガーゴイル、お前それはずるいよ。うん。白目すらいけなかった。どうして？